唯一。彼女は私が本当の友達と思う唯一の人です。閉鎖。インフルエンザで学級閉鎖になりました。遺言。将来のために遺言を書いています。消耗。暑くて体力を消耗した。不審。昨日、駅で不審な人を見た。推薦。田中課長が私を新しいプロジェクトのリーダーに推薦してくれた。頻度。週に1回の頻度でカレーを食べています。補充。トイレットペーパーがなくなったので補充した。
申請。有給休暇を申請した。委託。仕事の一部を別の会社に委託した。